都販車線は、上り勾配の道路において速度が著しく低下する車両を他の車両から分離して通行させることを目的とする車線を言う。福島県道12号原町川又線の都販車線一般に本線車線の左側路肩を拡幅して設置されている。起点付近にはその旨が書かれた標識のほか、遅い車は と反射線など利用を喚起する標識が併設されることも多い。道路構造例第21条において普通道路の縦断勾配が5%を超える車道、または設計速度が時速時速1 0 0トルを超える高速道路の縦断勾配が3%を超える車道については必要に応じと反射線を設けることとするとされており、新設される道路では概ねこの基準が 適用されている。なお、過去に建設された道路についてはこれらの基準が適用されることは少なかったため、道路改良が行われる際に途反射線が付加されるというケースが多い。また、新設される道路であっても、当面は交通量が少ないことが予想される場合や、小型道路として建設される場合には、途反射線が設けられないこともある。道路交通法によれば、 都反車線は本線車道ではないので高速自動車国道の本線車道における最低速度の規制も適用されない。よって走行速度が本線車道の最低速度未満となる場合には事実上都反車線の利用が必須となるため最低速度に達しない速度での走行でも最低速度違反にはならない。なお、走行車線を走行している車両を都反車線や 譲り車線に車線変更して追い越そうとする行為は追い越しの際は左から追い越してはならないと定めた道路交通法第28条違反であり取り締まりの対象となるアメリカ合衆国では都販車線はクライミングレーンという地方部の交通は都市部の交通に比べて都市間距離が大きいため地方部の2車線道路には多様な希望速度を持つ 車両が混在する。そのため、追従車群が発生するなど運転者への心理的負担や無理な追い越し行動が問題化する。このような地方部などの一部の都市間道路において、後続車両に任意に車線を譲ることができるよう、設けられる車線が、ひ譲る車線である。設置目的は、途半車線とは一応異なるが、ひ譲る車線の横断面構成は、 と半車線とほぼ同様となっている。国によっては3車線分の福井を持つ道路を2プラス1車線道路とし、1車線を譲るため、または追い越し行動のためのレーンとして、交互配置する例もある。ドイツでは、交通安全、交通流、交通要領の3つの点を改善するため1980年代から2プラス1車線道路が整備されている。スウェーデンでも、 2プラス1車線道路が整備されており、スウェーデン道路研究所の報告では、導入前に比べて死亡者数が約80%、死亡重症事故率も約55%減少した。ロシアでは、サハリンのユジノサハリンスクからコルサコフまでの間の延長42キロメートルで2プラス1車線道路が整備されている。日譲る車線は日本では、譲り車線や、 譲りゾーンとして整備されている。ありがとうございます。